私の作家生活は版画からスタートしましたが、初期から版画制作と並行して様々な素材や媒体の作品を制作してきました。2001年から発表を始めたペインティングマイブックシリーズは、寒冷紗などの異素材を利用し、部分的には版画も使用しています。その作品は画中画の形で、ノートや本の中のイメージ、版画と現実のモチーフの虚と実の空間を行き来するように考えています。目の前にいる人よりもいなくなったっていうか、いない人のことをより理解できるっていうことがあると思うんですね。それは私はかなり若い時にそういうふうに思って、別れが死とかっていうものだけではなくって、たまたまそこに先まで喋ってた人がいなくなったっていうのも含めて、いろんなドラマがあって、その人が不在であるということの一瞬を切り取って、何かその都度表現していきたいなっていうふうに思ったわけです。ですから、その情景とかそのドラマっていうのを私が作り込んでしまって、見ていただくっていうよりは、見る方が、あ、これは誰かが亡くなっちゃったんだなとか、愛する人との別れだろうなとか、見た人が想像するための材料というかきっかけになりたいと思っています。私は1983年にデビューしました。2018年に大阪の国立国際美術館で開催されたニューウェーブ現代美術の80年代展に、こっちの86年に制作したインスタレーション作品を出品しました。そして改めて活気のある時代を共有できてよかったと思いました。自分の立ち位置を探っているというか、どうしたら自分らしく表現できるかということを考えているばかりで、80年代はあっという間に過ぎたと思います。とはいえ、日本の戦後の経済復興が最高潮の時代だったので、美術界も熱くて、時代が動いているなっていう実感があり、たくさんのチャンスもいただきました。そのおかげで切磋琢磨できて、私が早く自分の居場所を見つけることができたような気がします。物にあまり語らせたくないんですね。だから単なるきっかけっていうか、最小限のキーワードとして人の痕跡を表現することができるんじゃないかっていうモチーフを、割とシンプルな形で何度も使っています。特にソファーとか、帽子っていうのは柔らかい素材ですので、そのシワとかへこみ具合によって、その人の持っていた人の、あるいは座っていた人の気配とか性格まで表現できるんではないかと思うんですけれども、それから椅子は、どこの国でもどの時代でも似たようなものがあるので、トーネットっぽいのがね。だからそういう意味でキーワードになりやすい椅子だなと思って使っています。人の痕跡を表現するためにスケッチブック本体があるわけなんですけども、平面の中にある絵の世界みたいなものもあるわけですよね。次元が2つあって、物としてのスケッチブックっていうのも重要ですし、もう一つ平面の世界としての表面の、デッサンだったり、版画でやってる部分なんですけれども、その部分の世界っていうのが、ダブって重要なのです。2つの画面に分かれているのは、違う世界にこう入っていってもらいたいための、結界をこう越えてもらうための手続きとで、全く関係のない一
見関係のない絵同士をそれぞれに、作って、もう一度全然違う作品と出会わせることによって第三の世界にが出来上がるっていうか、そういう作用が、化学反応が起きることを望んでいて、でアイデアを考える時もそれぞれに全くこれとこれがひっつくかどうかは分からないんだけれども、新たな世界が生まれるんではないかなっていうところで、まあ作品にしていくんですけれども、影っていうのはすごく発音してしまうと、分かりにくいんですけれども、私は陰も影も陰影っていう言葉丸ごと好きなんですけれども、影対光っていうのに興味があります。で、存在しているもの対何もない周りの空間っていうものなんですが、私はそれをずっと影を見ているか見ていると思っていたら、外の形が気になってきたりして、それがお互いの形をせめぎ合ってるんですけれども、何かこう支え合っているかのように思える時があって、そういうのがすごく不思議だなと思っています。次にどのようなものを作ろうっていうよりも、まあ日々アイデアを探していて、すぐに形にしたい場合と、これはちょっと育ててからっていうのがあって、どちらも大事なんですけれども、ただそのアイデアが実現可能かどうかっていうのは、かなり具体的に考えないとダメなので、その時にパソコンを使います。ラフなメモ、本当にもうなんか喋りながら鉛筆でピュッピュッ書いたものとか、すごく頑張って書いたデッサンとか、過去の作品、日々に写真を撮っているので、全部箱に入れてあるので、とにかく一日何回もパソコンの前で、あれは使えるかなみたいな、暇があればいじってるって感じなんですけど、やっぱり大きいとすごく自由になるんですね。物にとらわれなくなるっていうのかな、視覚が本当に自分の視覚的な感覚だけがこう満たされるって感じはありますね。だからすごく具象的に描いてるように皆さん、まあ、見る人は思うと思うんですが、全然そういうことはなくて、ちょっと大きくしてしまうことだけでこんなにも自由になるものかなって。やっぱり皆さんもおっしゃいますけれども、人類の歴史を身近に感じるようになったっていうことですかね。そしてやっぱり 同時代の人たちと一緒に生きてるんだなっていう実感が出て、やっぱり私は作品をきっかけに、作品をツールとしてこの時代の人たちとコミュニケーションを取るために制作を続けているんだなと思いました。2012年から初めてミストメディアのインスタレーションを東京でお見せするのは初めてなんです。以前東京で発表していた頃とはちょっと作品の傾向も変わってきました。そこのところを、まあ、特に見ていただきたいなと思っています。それからこの、時の忘れ物の会場が、ユニークな空間ですので、この空間を楽しんでいただけるように考えた展示なんです。時の忘れ物の会場の持つ構造と私の作品の空間が出会うことによって、面白い作用が起きることを望んでいます。